戦況を説明しろ。敵の待ち伏せを受け、第一小隊が壊滅。待ち伏せ？部隊運用訓練は始まったばかりだぞ。ですが事実です。すぐに救援に向かいましたが、到着した時にはすでに戦闘不能でした。静かに僕の指示が読まれていたのか。だとしたらこの場所も危ないか。移動するぞ。指導さん、待ち伏せです。ここで待ち伏せなんて、ここを通ると分かっていないとできないぞ。私たちが道を切り開きます。指導さんを頼んだわよ。任された。指導さん、こちらです。まさかこんな一方的な展開になるなんてね。すみません、指導さん、私たちの力が足りないばかりに。いや、君たちのせいじゃないよ。向こうが一枚上手だっただけだ。まさか僕の考えがここまで読まれるなんて。残るは私と少数のみ。どうしますか？ここから立て直すのは不可能に近い。残る手は僕が行こう。今や数で圧倒的に負けている状況、これを打開できるのは僕だけだ。わかりました。ご分を、指導さん。ああ、指導マキ、単独で移動を開始しました。予想通りですわね。ええ、あなたならそうすると分かっていました。準備は万全ですわね。はっ。チェックメイトですわ、マキさん。それでは招待戦の反省会を始めますわよ。何を反省すればいいかわからないくらい完敗だった。鈴鹿には僕の思考が読めていたのかい？今までの傾向からマキさんが正面から招待を動かしてくるのは読めてましたわ。招待を正面からぶつけ合ったら指揮官としての性質の差で私が不利。それゆえの待ち伏せか。ええ、勝つために私が取れる策の中で絡め手が最上でしたもの。僕は見事に絡め取られてしまったわけか。特に最後の波状攻撃は見事だったよ。あれが今回の作戦の肝でしたわ。あの状態に持っていくために他の全てがあったと言っても過言ではありません。僕がああすると分かっていたのかい？ええ、マキさんは正体が危機に陥ると単独で状況を打破しようとするでしょ。そうなのか。あ、いや、確かに言われてみれば。反省会はここまでですわね。ああ、出撃するぞ、鈴鹿。早速昼間の訓練が活かせそうですわね。昼間の訓練か。荒玉の待ち伏せに注意しないといけないかな。あら、可能性がないとは言えませんわよ。そろそろ接敵ですもん。なんだこの数は。これは長丁場になりそうですわね。で続くの？トジたちに疲労が見え始めたか。ここは僕も。ええ、マキさんは正体が危機に陥ると単独で状況を打破しようとするでしょ。それだとあの訓練の意味がない。さすがにきつくなってきましたわね。そうだね、みんなの限界も近い。
どうしましょうか。このまま戦い続ければ物量に押し負けるかもしれない。そうなった時彼女たちはどうなる。彼女たちを危険にさらすくらいなら僕は僕のやれることをやるだけだ。鈴鹿。はい。僕の正体を預ける。鈴鹿ならうまく使ってくれるだろう。マキさんらしいですわね。ああ、どうやら僕にはこれしかないらしい。それじゃあ行ってくる。はあ！なんとか終わりましたわね。すまない、鈴鹿。なぜ謝りますの。軽傷者は多数いますが重傷者はなし。マキさんのおかげですわ。だが僕は結局単独で動いてしまった。これでは訓練の意味がない。確かに後進を育てるという意味では反省が必要ですわね。でも自分を盾にして仲間を守る、それはマキさんの長所だと私は思いますわよ。そうなのか。ええ、ですからそのままのマキさんらしい正体の動かし方を得ればよいのでは。僕らしい正体の動かし方か。せっかくの休日だし、トレーニングが終わったらシミュレーションをしてみよう。またトレーニングですのね。たまには休んだ方がいいですわよ。このままの僕であるべきと言ったのは鈴鹿だろ。せっかくの休日なんだからとことん正体の動かし方を考えてみるよ。まったく、だからマキさんはダメなのですわ。この前と言ってることが違うぞ。それはそれ、これはこれです。さあシャワーを浴びてきてください。それが終わったら美術館にでも行きますわよ。まったく鈴鹿にはかなわないな。